おはようございます。今日は地元に唯一戻れる日なので、まず期日前投票をして、から、また活動に入りたいと思います。皆さん、このとっても大事な参議院選挙、ぜひ投票をお願いします。そして比例区は立憲民主党、そして立憲民主党の候補者選挙区でもよろしくお願いします。頑張ります。